どうもこんにちは、いつもガンプラで成し遂げたいオンドレアスです。今回は前回のイフリート那覇と動画からななんと11ヶ月ぶりのガンプラ動画。今回使用するキットはこちら。ガンダム試作2号機、フルアーマーガンダムサンボル、サイコザク、ガンダム試作2号機。この4つのキットを使ってフルアーマーサイコサイサリス作っていこうと思うよ。ちなみに改造とかしたことないんでかなりやむちゃしやがってな作戦だよ。11ヶ月ぶりに作業スペースを再構築しました。作業台、撮影機材台、ランナー台その2、旧パソコン。なんかめっちゃいいっす。まずはベースとなるサイサリス作っていきましょう。ガンプラあるあるなんですが、この箱を開けるまでが一番の試練。開けた以上作るしかないわけですが、そこからの作業量を考えると、箱の蓋が異常に重く感じるのである。ランナー数はぼちぼち、箱は通常より若干厚めですが、各パーツが明らかにでかいので、手早く組み立てれそうな香りがしますね。久しぶりすぎてニッパーの握り方も忘れてるぐらいなんですが、なんとか思い出してやっていきましょう。まずはキワキワを攻めるのではなく、余裕を持ってゲートからパーツを切り離し、いやーほんとパーツが大きくてはかどる。このランナーなんてパーツたったの4つですよ。ゲート跡、いわゆるバリが残っているので処理していきましょう。ああ思い出してまいりました。せやせや、ゲート処理はニッパー、モデラーズナイフ、粗いヤスリ、細かいヤスリの順で処理するんでしたね。とはいえモデラーズナイフの時点でもうめっちゃ綺麗。どこですかって感じ。ヤスリは1000番と600番を使用。力入れないといつまでも終わらないし、どうせ塗装するんでゴリゴリ削りましょう。これまではすぐみ組み立ては塗装後に行っていましたが、どうもまずすぐみするのがセオリーみたいなので、すぐみしても解体しやすいように連結部を斜めにカット。いやー、久しぶりにやりましたがやはりめっちゃ時間かかりますね。特にヤスリがけ、弱音はいたってしょうがねえ。行くぞー。ガンプラ作りはランナーを消化しきった時が、作業が進んでる感を感じることでできて結構好き。分解しやすいように処理しておりますが、一応パーツはゆるはめ。はい、サイサリス仮組みできました。この状態でもまあかっこいいですね。次の工程に行きたいところですが、その前にもう一つのサイサリスからアトミックバズーカとシールドのみ作成。でもサイサリスは腕2本しかないからそんなに持てないよ。そのためのフルアーマーガンダム、フルアーマーガンダムのシールドアームをいただくのだ。そしてこれがフルアーマーガンダムのシールドアームだ。あれ？小さい？小さくない？背中から伸ばしたらこれ全然長さ足りないのでは。いやそんなわずはない。だってそのためのアームじゃないか。実際に持たせてみましょう。頼むぞフルアーマーガンダム。企画だ俺は許してくれメンス。全然短いです。教えてくれサイコザク。俺はどうすればいい？あれ？こいつもそういえばアームあるじゃん。こいつの方がでかかったりしないかな。変わらんと思うけど作ってみるか。倍ぐらいでかかった。やったぜ。開幕のアクシデントはなんとか乗り切れそうですね。サイコザクのバックパック仮組みできました。ちなみに左のちっこいのがサイサリスのバックパック。まあこれね、このバックパックだけでサイサリス本体と同じかそれ以上に時間かかりました。HG とは思えない作り込み。プラモデルの製造技術はほんとすごいよね。ゲーム制作の方もその感じでお願いしますわ。アームでシールドを持てるように加工しましょう。今のままでは持ち手が大きすぎてアームに入りませんね。ということで平ヤスリで持ち手を削っていくよ。こういう削り作業は土木系でもそうだと思うんですけど、やりすぎるとくっそめんどくさいことになるのでこまめなチェックが大事なんじゃないでしょうか。知らんけど、擦り上げること5分、頼むハマってくれ、お前まで俺を拒むのか、上下逆だったわ、さあ、入っちゃっていいんですよ、しかも結構フィットしてるんで安定感抜群、チェックの賜物ですね、いいですね、もはや成し遂げたと言ってもいいんではないでしょうか、バックパックくんもご機嫌でガゼルパンチ。しかしこのバックパック、そのままサイサリスに取り付けると欲張り肩パッドとぶつかりますね。奥行きが欲しいので、サイサリスのバックパックにサイコのバックパックを取り付ける感じでいきましょう。接着面はあらかじめヤスリで平らにしております。二度塗りからの接着。接着剤は両面に2回ずつ塗っております。
しっかり合わせてからの輪ゴムで完全密着。これで最低でも1日は放置しましょう。その他の合わせ目を消したい部品も完全密着。塗装前の加工を施していきましょう。墨入れがしやすくなるように毛がき針で既存モールドの強調。今回はさらにこちらピンバイスを使い、機体に穴を開けてみようと思います。いきなりサイサリスに穴開けるのも怖いので、こちらのどこにでもあるヘビーアームズで試してみましょう。なんだか安定しませんね。回し方もなんだか怪しいぞ。おわー、はい。力入れずに回せばすんなりいけました。この時ドリルが突き抜けた時に当たりそうなとこに手があるので、ちょっとこのピンバイスの使い方は良くなかったかもしれない。この若干削ったところにコトブキ屋とかで売ってる金属パーツをパイルダウン。作業が細かすぎて白目向きそう。あ、いいですね。これはいいアクセントになるのでは。完全に穴を開けてみた。ここにこのケンプファーから強奪したシュツルムファウストをつけてみるよ。ヤスリで微調整もしたので、バッチリ、これぞまさしく膝爆弾。練習は十分、今のおサイサリスに施しましょう。型に穴を開けてシュツルムファウストをマウント。ちなみにこのアイディアは漫画、0083リベリオンのサイサリスからパク、オマージュしました。胸元が寂しかったのでピンバイスでちょい穴開け。はい、いい感じなんじゃないでしょうか。脚部にも2箇所のメタル埋め込み施工。後日、本接着したパーツの合わせ目消しやっていきましょう。型はパーツ複雑で塗り分けやばそうなので、スルーしようかと思いましたが、あまりにも目立つのでここはやるしかねえんだ。モデラーズナイフではみ出た接着剤を切り取り、その後ヤスリがけ。しかし、あんまり接着剤がはみ出てないな。嫌な予感がしてきたぞ。歯ブラシでプラフスキー粒子を除去して確認してみましょう。合わせ目消えてなくない？新規モールドの作成していきましょう。アトミックバズーカに新たな溝を掘り、造形を複雑にするよ。毛がき針で軽くラインを入れてからの、名前忘れたこの工具で本掘り、なんだったかな？センチメンタルみたいな名前だった気がする。上下上下みたいな感じで掘ってみましたが、なんかダサい気がしますね。大丈夫か。この他に太ももと、肩部にもモールド新設。この肩部のモールドは正直いけてるんじゃないでしょうか。いいぞ。他のよりはいい感じだ。塗装前の洗浄をこなしていくよ。その前にごちゃごちゃにならないように、各塗装色ごとで振り分け、超高圧ジェット水流シャワーで洗浄していきましょう。めっちゃ細かいパーツもあるのでなくさないように注意しましょうね。綺麗になり申した。この段階からしっかり分けておけばこの後の作業格段に楽になるんじゃないでしょうか。どうでもいいんですけど、こうやってパーツ並べてると銃の分解結合を思い出すんですよね。塗装に入る前に、下地作りでサーフェイサーを初めて拭くよ。今回使うのがこちら、サーフェイサーの1200。1200というのは粒子の細かさで、一般的には1000を使うのがいいみたいですね。今回なぜ1200なのかというと、間違えて注文しました。初めてだからね、しょうがないね。サーフェイサーは細かい傷を隠してくれたり、塗装の食いつきが良くなったりといいこと三昧、らしい。ホワイトタイプとグレータイプがあるのですが、今回はグレー。大きめのパーツや置いて塗装しづらいパーツはこのマジカル棒で塗装。ああ、見切れてます。こんな感じです。ああ、これも見切れてます。ほぼすべてのパーツをサーフェイサー。はい、塗装していきます。サーフェイサーで下地作ってるんでいい感じに塗れる。多分、ピントが合わないですね。しかし手のひらを見せるとオートフォーカスでピントが自動的に合うのだ。よーし、アトミックバズーカの塗装しちゃうぞ。武装は信頼と実績の黒鉄色。これめっちゃ好き。結局ピント合ってない。とかやってるうちにいい感じに染まりました。サイサリス本体のボディカラーどうしようかなと思ったんですが、ガルグレーで検索するとめっちゃいい感じの薄明るいグレーのジェガンが、ええやんこの色。さあ、どんな色になるかな？楽しみだ。え、なんか、めっちゃ緑というか、カーキっぽい色ですね。ドン引き。だが甘かったな。今回の俺は前回の俺とは違いサーフェイサーを持っている。ということでサーフェイサーからガルグレーからサーフェイサーからインシンニングホワイトに染め直しました。もうやめて、サイサリスの体はボロボロよ。ボディ系統はインシンニングホワイト。
武装は黒鉄色、バックパックはメタルブラックに関節部などはジャーマングレー、ブーストは金だとサイサリスに合わなさそうなのでアルミシルバーに、細かいところの塗り分けしたいところですが、筆が今ないので次の作業へ、作業もいよいよ仕上げだよ。気分モールドと親切モールドに墨入れ、ホワイトとは名ばかりのグレーなので、グレーではなくブラックで墨入れ、デカール貼り、非常に細かい作業ですが、時間かければかけるほど、機体の情報量が目に見えて増えるのでこの作業結構好き。下半身のデカールはこんな感じになりました。マスキングと筆塗りで細かいところも塗り分け、そういえば今回作業しててスプレー缶やたら増えてきたのでこのようなツイートをしたところ、まさかのスプレー缶のメーカークレオス公式さんから返信が、まだまだ置けそうですね。意味深どさくさに紛れてクレオスのスプレースタンド紹介されたんですが、見た目と機能性結構良さそうなんでワンチャン買うかもしれない。完成しました。いかがだったでしょうか。今回の機体フルアーマーサイサリス、手足より自由なアトミックの発射音が聞こえたら連邦が消滅する合図だでした。正直塗装環境などが整ってなくて時間かかりすぎました。30時間以上かかったのではないでしょうか。次回があれば環境と知識もう少し備えてからやりたいと思います。それでは今回はこの辺でー。